モエリス湖の地図、バーケットカーンと書かれた場所は、塩水湖として現存している。19世紀に行われた、モエリス盆地の調査。モエリス湖は、かつて、アフリカ大陸の北部にあったと考えられている、古代の淡水湖である。紀元前2300年頃にナイル川と、モエリス湖を結ぶ運河が作られた。モエリスというのは、大きな運河という意味である。 モエリスコは現在でいうファイウムオアシスの北西側、カイロの南西8 0トル付近にあったと考えられている古代の淡水湖であり、面積は1270平方キロメートルから1700平方キロメートルだったとされている。淡水魚のテラピア漁が行われたと見られている。また、メリテリウムという絶滅した哺乳類の化石もこの地域で発見された。この メリテリウムとは、モエリスコの獣という意味である。モエリスコは、古代の淡水湖であり現存しない。しかし、すべてが消滅したわけではなく200 2 0に、平方キロメートルが塩水湖のカールウンコとして現存している。カールウンコの湖面は、海面下43メートルに位置する。中心夜の後半、ヨーロッパ地中海が、メッシニアン塩分危機の末期にあって干上がっていた時、ファイームも、 同様に乾いた窪地となっており、ナイル川はそこを通過して、峡谷の最低部へと流れていた。中心夜の終わりに地中海が再び水で満たされた時、ナイル峡谷は海の一部となり、アスワンよりも内陸へと伸びる細長い湾となった。年月を経るうちに湾には、次第に泥が蓄積し、今日のナイルダニができた。その結果ナイルダニでは、 厚く沈殿した泥のためにナイル川が、ファイユー向く墓地に溢れ込み、湖を形成した。湖についての最初の記録は、紀元前3000年頃のもので、メネスの地生期間である。しかし、湖の大部分は、洪水で溢れた水が溜まるだけのものに過ぎなかった。湖の縁には新石器時代の集落ができ、湖の南側の尾根になったところには、シェデットの町ができた。 紀元前2300年にナイル川からこの自然の湖へと通じる水路が拡幅され運河となった。これは現代でもバハル・ユセフとして知られる。このプロジェクトはアメン・エムハト賛成か彼の父のセムセレと賛成によって施行された。この運河は湖に水を供給したが、これには3つの利用目的があった。ナイル川の洪水を制御すること。 寒気にナイル川の水量を保つこと、周辺地域の灌えに供することである。古代エジプトのうち12の王朝で、ファラオたちがファイウムにできた自然の湖を余剰の水を食べておいて寒気に利用するための貯水池として使用していたという証拠が見つかっている。古代エジプトの12の王朝にわたって施行された湖を巨大な貯水池に作り替えようという大規模な工事の結果、 湖はまるで人工的に掘られたものであるような印象を与えることとなり、古代の地理学者や旅行者はそのように伝えている。最寄りのナイル川の支流が紀元前230年頃から縮小したため、湖は最終的に放棄されることとなった。モエリスという名はエジプト語で大きな運河を意味するメールウェアがギリシャ語に借り入れされたものである。この事業を始めた。 アメイエムハト三世も、モエリスという名で知られていた。古代エジプトでは、この湖は、湖、澄んだ湖、オシリスの湖など様々な名でも呼ばれていた。エジプト中央国の時代は、湖の周辺の一帯を模索して、メールウェアと呼ばれていた。同様に、後期エジプト語で、海を意味するパヤムは、もともとも、 エリス好みを指す単語であったが、やがてクロコディロポリスの街をも指すようになり、後には地域全体をも意味するようになった。カールウンコに関するカテゴリー、ありがとうございます。